みんな、ありがとう。めっちゃ可愛い。こっち向いてー。まだまだワンドの実績も始まったばかりだから。みんな、最後まで楽しんでねー。本当すごいねー、月下ねー。去年この大会で優勝したんだから期待度もすごいわよね。次は、初音ミクちゃん。うわー、すごい、すごい。月下ねーも楽しそうだね。あ、ほら、月下ねーが終わったから待ち合わせの広場に行こうよ。そうね、月下お姉ちゃんも疲れてるだろうし、すぐに行きましょう。うん、まだ始まったばかりだもんね。それじゃあレッツゴー。ここは音楽だけのために作られた音楽界最高峰の街、ワールドミュージックシティである。ここでは世界の人気アーティストを集め、世界規模の音楽大会が行われたり、将来有望なアーティストを育成するための音楽に特化した教育機関が発展している街である。四季月下は去年開かれたワールドミュージックフェスになんと初出場で初優勝をしたということで、今年は推薦で呼ばれ、運営委員会が家族も招待してくれたということで、こうして僕たちはここにいるというわけです。でも本当残念だったわね、お父さんもお母さんも仕事で来れないなんてね。地球防衛軍に関主じゃ仕方ないよ。結果ねー、後に、ちょっと私たち街を歩いてくるね。迷子にならないようにね。結果お姉ちゃんには言っておくから楽しんでおいで。それじゃあ行こうか、大金。そうだね、若ちゃん。で、これって二人きりじゃない？もちろん私もいますけどね。さて、僕たちは月下ねーを待とうか。しょうね。ま、待ちましょう。ちぃー。どうしたの、メリア。なんでもないですよ。パパ、あれ見て。よし、そのまま連行しろ。くそ、早すぎるだろ。王子に殺意を向けた罪を考えたら早急な対応は当たり前だ。おのれ、意地でもここから逃げて。くそ。せいぜい罪を重ねないことだな。くそ、さすがは王国兵、我の力は全く通用しない。おい、何やってんだよ。誰だ、お前は。うるさい、お前ら何やってるんだ。人を連れ去ろうとして。連れ去ってなどいない、罪人を連行しているだけだ。これ以上邪魔するなら反落の加担者としてお前も連行するぞ。すまぬか、我を助けてはくれないか。不要な罪を負うな。パトー、何やってるの。せっか、力を貸してくれないか。どうしたの、一体。こいつらがあの人を連れ去ろうとしていたんだ。はぁ、まるで私たちが悪みたいね。まったく、ここまで来て戦う羽目になるなんてね。ち、余計な手間を。お前ら、こいつらも連行しろ。来るよ。ち、僕の方に一人か。遅い。弱い方に二人がかりか。確実に抑えるならそれもありね。でも二人じゃ、私をエスコートするには少なすぎるわね。こうです。へえ、思っていた以上に力はあるようね。でも、私をそこの雑魚と一緒にしないことね。せっか、気をつけて、こいつはさっきの奴らとは違う。セーフ、スターリバイデーション。星の形をした勢力の手裏剣か。あと、多分あれ、よく切れるわよ。わかった。ちょっと、お前、バカだな。バカな、あの近距離でかわせるはずか。次は必ず仕留める。連続だと辛いな。しかもかなり速いし。あ、ありえない。焦りすぎよ、おばさん。なめてた、こいつら、戦い慣れてる。そ。すごい、あの腰に粒の隊長の刹那を圧倒している。地上にここまで力を持った人間か。どうする、引っ返すならもうこれで終わりにするけど。おのれー、地上人の分際で。わかった、引っ返そう。賢明な判断ね。さあ、早く部下を連れて帰れ。貴様ら、覚えていろよ。今度は国家戦力を上げてお前らを潰してやるからな。今はおとなしく退散してやる。だが数時間後、今度は全力でお前らを確保するから覚悟しろ。やっと言ったね。そこの人、もう大丈夫ですよ。ありがとう、だが安心はできなくなったな。そういえばあなたは何者。そうだな、自己紹介が無駄だったな。我は、おーい、何か力の波動を感じたんだけど。結果ねー。とりあえずみんな揃ってから話そうよ。そうだね。大丈夫。うん、私たちの敵じゃなかったわ。結果大活躍だったよね。パトもよくあの連続スピードスターをかわしたわよ。まあ、無事ならいいわ。ああ、こんなことなら私たちも残ってたらよかったね。それ、ロカちゃんも戦いたかっただけでしょ。当たり前だよ、私だって戦ってみたかった。こらこら、物騒なこと言わないの。あ、そうそう、この人の自己紹介を聞きたいんだけど、いいかな。そうだね、そういえばパトたちが守った人って誰。あ、すまない、私だ。なんか月の民の人の雰囲気に似てるわね。そうです、私は月の民の住人です。私は、彦星と言います。とある理由で王国から狙われていたようなのです。え、
彦星ってあの彦星、年に一度しか織姫に会えないっていう。結果お姉ちゃん、バカだな。そんなの実在するわけ。はい、そうです。嘘ー。お話だけの人かと思ってた。え、だって、今日七夕だよ。だったらここに彦星本人がいたらまずいよ。はい、本来、織姫に会うために天の川で待っているところだったのです。ですが、月の王国の王子がいきなり嫁探しということで、月の民や地上人から美女を集めていたらしい。その嫁候補で選ばれたのが、私の嫁である織姫だった。私はもちろん反対した。妻である織姫を奪おうとしただけに飽き足らず。一年に一度、唯一織姫と会うことを許された日まで、私から身勝手に奪おうとした。我は怒りに狂い、星光王子に攻撃を仕掛け、返り討ちに遭ってしまったんだ。そして、我は星光王子の攻撃で地上に落ち、その間に、王国では私は王子に逆らった反逆の罪で捕らえようとしたらしい。ひどい話だ。もう結婚している人まで手を出そうとするなんて。それがさっき、石化とパトが撃退した人たちってことね。ああ、月の王国、星光部隊の隊長とその部下だろう。ああ、あの人、もしかして隊長だったの。はい、我も噂は聞いていました。月の王国、星光武力隊、隊長、夕凪刹那。武力隊隊長というだけあって、王国の中でもかなりの実力者だと噂は聞いていた。え、でも僕たちさっき追い払ったよ。おそらく力を出せない理由があったのかもしれない。いや、本当にあなたたちが強かったって話かもしれないが。月の王国は想像を絶するほど強い猛者がいる王国、その中でかなりの実力者と言われているから、どうしても納得できなくてな。そうね、実際に月の民はかなり強いってお父さんから聞いたことがあるわ。確かにさっきパトに放ってた攻撃は脅威だったけど、それだとパトがかわせるわけないし。さっき今度は王国の兵力を揃えてまた来ると言ってたね。ああ、できればその前に我をもう一度、天の川まで連れて行ってほしい。天の川って、あの天の川。どうやって行くの？無理なのはわかってます。ですがこのままだと織姫と会う時間がないのです。結果お姉ちゃん、どうにかならない？さすがに宇宙は私でも無理かな。月の王国は確か地上と案外変わらないらしいんだけど、そこまでの道のりがねー。地上に他の月の民がいれば、もしかすると、星の箱舟があるかもしれないんだが。月の民？確か、どこかであったような。幻想郷に帰ればわかるかもしれない。結果お姉ちゃん、どうしたの？せっか。多分、幻想郷なら月の民がいるかもしれない。へぇ、あそこにはいろんな人がいるのねー。悪いんだけど、幻想郷に行って霊夢に聞いてきてくれないかな。まあ、ここだと私が一番適任ね。わかったわ。みんな、どうしたの月下ねー。ちょっと私、幻想郷に行ってくるから、ちょっと準備しててくれる。幻想郷、なんでまた。月の民のところへ訪問するため、かしらね。だから、一度お姉ちゃんには、霊夢のところへ行って、月の民がいないか聞いて、霊夢に一時的にここと幻想郷を繋いでもらって、それで幻想郷にいる月の民に聞く。それで、星の箱舟があれば、借りればいいんだよね。そうだね、できれば、さっきの人が帰ってくる前がいいね。わかったわ、じゃあ少し、待っててね。お願いします。消えた。せっかお姉ちゃん、お願いね。それじゃあ、月下姉が帰ってくるまでに、準備を進めよう。はぁ、うぷ娘、自分たちだけ楽しそうなところに行くなんて。帰ってきたらお土産全部私がもらってやるんだから。さて、久しぶりに掃除でもするか。本当、7月入ってから暑いわ。霊夢さん、ちょっと教えて。じゃあ、あんたは月下。はい、月下ちゃんですよ。あんたはいつもいつも人を驚かす登場ばっかりして、わざとか。わざとです。やっぱりか。それであんたたちは確か、海外旅行じゃなかったかしら。やだな、霊夢さんに会いたくて私だけ来ちゃいました。もう嘘はいいわよ。それで何しに来たのよ。月下から聞いたんだけど、この幻想郷に月の民はいるかしら。月の民？ああ、月出身の奴らのことか。知ってるわよ。どこにいるかわかる？迷いの竹林の奥にある永遠邸に行けば会えるわよ。本当、よかった。ちなみに名前は、エイリンとカグヤ、それとウサ耳がついてる霊仙っていう女の三人がいるから。その誰かに聞いてみなさいよ、三人とも月出身だから。そうなの、わかったわ。あと、霊夢さんにお願いがあるんだけどいいかな？何？幻想郷の境界をある場所に移動してもらえないかしら。